花を飾るのは行き過ぎてる積んでくるのはもっと国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様こんにちは、えー、本日は配信作品堀田丸日和の吉貝尚監督そして出演の柴田聡子さんをお迎えしてお話を伺ってまいりたいと思いますどうぞお二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします 柴田さんは、あの、ご出演ですが、えっ、ー、と、ミュージシャンでいらっしゃって、文筆家でもいらっしゃるんですけれども、このお二人のコラボレーションが実現したいきさつというものを監督からお伺いしてよろしいでしょうか。最初は、あの、ほったのプロデューサーをしてくれた鈴木徳志くんが、あの、ムージックラボっていう企画をされている直井さんと知り合いで、で、それ、ムージックラボっていう企画は、 あの音楽家さんと若手の映画監督をこう掛け合わせて音楽映画を作るみたいな、なんかそういう企画があって、私と柴田さんが大学院の同期だったということもあって。もともとお知り合いだったんですねはい。はい。で、それで一緒に映画を作ったら面白いんじゃないかということで、まず声をかけてくれたのがきっかけです。なるほど。日本語のタイトルが堀田丸日和で、英語のタイトルが堀田丸デイズだと思うんですけれども、どのような。 この意味、ヒントをいただきます。なんか、勝手に私が作った造語で、放っておくと溜まるものっていう意味で、あ<ー>それでほ、溜まるってつけてます。なるほど。柴田さんはご本人役んはい、そうでしょうか。はい。里子役。<laughs> 里子役です。ですよね。はい、どういうものになるというのは、はい、柴田さんは監督からどのように聞かされたんでしょうか 結構前前のことなのな、はい、年ぐらい前、ねはい、どこがどれが最初でとかちょっとわからないんですけど<ー>台本っていう感じではなかったようなそもそもその話を先に考えたというよりかは、うん、なんかこういうシーンが撮りたいみたいなのが最初にあってそれをずっとバーッとメモに書いているうちにあこれをこういう順番で見せたらこうお話にできるかもっていうのがなんか 大きかった気がします。なるほど、四人の妖精のような、どのような存在と監督は。あのイメージされたんでしょうか。家に住む妖怪みたいな感じの、はい、精霊みたいな。ところはありました。はいえー、まあ、しばちゃんが住んでいる木造一軒家平屋に。四人の踊り子が住んでいて。で、その子たちが。その、いわゆる。家の中に落ちている。 まあ柴田さんの体の匂いであったりとか、家に染みついてる、生活してるからこそ溜まっていく体の匂い。体から出る落とし物、髪の毛だったりとか、はい、なんか、かさぶただったりとか、<laughs> <laughs> いろんな、あとまあ、頭とかもちょっとあると思うんだけど、<laughs> なんかそういうものを集めて、こう、集めるゲームをしているみたいな。 それをしていくうちにこういうことが起こってこういうことが起こってみたいなそういう,こう流れみたいなものをあのシーンはどちらで撮られたんでしょうか撮影場所は反応にある一応ハウススタジオなんですけどあそうなんですねなんかほとんどもう10年前に住んでた方のものをそのまま残してあるような場所でした。反応というのは埼玉 埼玉に、ねね、東京の北部、ね、ということですね。4人で一体となって固まってるようなところなどがとても印象的なんですけれども、みんなが一緒になってるイメージとかも頭の中に浮かんでらっしゃった。はい、それはあって、えー、最初プロと書いただけだと、結構スタッフの人とかプロデューサーの人とか、ひばっちゃんは、あれ見せたら、でも、いいね、やろうみたいな感じで、うん、<laughs> 言ってくれた <laughs> そ,うそんな記憶があります。 でもなんか、プロデューサーの人は、まあいいねってなるんだけど、これ撮るために、なんかどういう絵を撮ったらこの物語ができるのかわからないっていうふうに言われて、この文字じゃ伝わらないんだと思ったので、その自分が考えてる絵の順番だとか、絵のイメージを全部紙芝居に起こして、140ページぐらいの。で、それを、140ページすごいね。それをみんなにこう読み聞かせながら伝えていったっていう感じでしたね。 柴田さんはその紙芝居を見た時にどのような感想を抱かかれたんですとにかくすごい熱量というか、はい、もう圧倒してくる感じがあるので、えーえー、なのでもうあこれはやりましょうっていう気持ちが自然と起こるっていうかこの人についていけば面白いことがちゃんと出来上がるっていう感じが <laughs> しました。 自分の体の老廃物というかを集められてしまうことに対して <laughs>、はい、何かのようなお気持ちで望まれたんでしょう <laughs> そうですねあ。でもそこは案外私はえっとまあもしかしたら人にとってはそのグロテスクに見えたりとかうそういうこともあるのかもしれないんですけどなんかそういうものが一番最初に立ってこない良さみたいなのがやっぱりお吉橋さんってすごくあってなんていうか生理的なところを 飛び越えて、はい、なんか、ちゃんと気持ちに入ってきてくれるって感じがあるので、私は全然抵抗はなく、はい、むしろ、なんか、面白い、うん、経験っていう感じでした。あのね、足の皮のとか、よくでうまくできてるな、ここものかなとか思ってしまうんですけど、<laughs> やっぱりちょっとその清潔感をもたらすということについては、監督も意識されたでしょうか。 清潔感っていう気持ちはないんですけど、えー、まあ、実際写ってる顔も全部本物なんですね。本物ですか。はい。まあ、ダンサーってよく足をくるくる回ったり、ターンしたりする、硬くなって、結構な確率で向けるんですね。で、よく見てて、 普通にきれいなんです <laughs> 普段そんな見ないものだし、<laughs> えー、こう下にあるものだから汚いって思いがちだけど、割と私たちよく床に入ったりするし、そういうものとはごく自然に親しんでるから、えー、<laughs> きれいこれってよく思っていたので、えー、<laughs> あんまりそもそも汚いものを取るっていう心構えではなかったですね。あとは柴田さん、あの、はい、体中を。はい こう触られて削られて詰められてっていうありますけれどもああいうシーンはよく無表情でいられたなと思うんですけれどもうで意外とあれも全然平気というかやっぱ吉飼さんの作品の感じとか学生時代からもずっと見てるんですけどそれで本当に抵抗がないというか全部なんとか叶えようみたいな感じで。 私もそんな出演するなんてことは初めてに近かったので、あはいまあ、とにかくなんか照れずに、うんうん、あの、<laughs> やりきろうと思って。はい。と、吉飼さんのディレクションがあったからできました。はい、すごく、あの、指導がうまいというか、あの、示してくれるんですよ。こうやってみたいな。あ、実際にそ<う>監督が緑。はい。それがすごい、そのままやってれば結構、 あの、<ー>できるというか、うんそんな感じがしてました。なるほど。<laughs> 監督もへえー、っておっしゃってますけれども。はい、そうでした。本当 <laughs> 素敵なんですよ。お風呂の中にいる人、あの方はどのように解釈すればよいでしょうかあれはずっと私は水女って呼んでました。水女 <laughs>、はい、<laughs> 結構いろんなストーリーを自分でも考えるんですけど、はい 絶対これだっていうのはないけど、多分あれ撮ってる時はまだあの妖精たちにもなりきれてないものみたいなのがあって、ちょっと近いんだけど、人間よりは妖精の方に近い存在なんだけれども、うんうん、まあその子には全くそういう記憶がない生き物としてのものっていう感じ。まあ本当にもう赤ちゃんより前みたいな感じ。このお腹の中に入っている子みたいな感じで、その ここに、こう、匂いと、まあ、匂いを、その、妖精たちは、家中の匂いを集めて、水からこう口で受け渡して、その匂い玉のようなものを、記憶として受け取って、はい、そこからちょっとずつ、こう、なんていうのかな、自我じゃないけど、いも行きたいみたいな、なんか、いろんな欲とかも多分与えちゃうと思うんですけど、うそういう、こう、関係性、 ななのかなと思って作ってて作ました4人が集めて人形が生まれてそれを祝福するような柴田さんが太鼓を叩きながらみんなでなんか祝福のワルツを歌うシーンも一つのクライマックスになってたと思うんですけれども柴田さんあの曲をどのように作られたか教えていただけますか、はい、私はギター弾いて曲を作るので、はいえー、明確なメロディーがあるとか、うん、そういう曲をまあいつも作っていたわけなんですけど、はいえー なんかそういうことじゃなさそうだなっていう話になったんだよね、きっと。うん、それで、まあ、太鼓一個ってかなり、はい、<laughs> プリミティブな表現になってし, <laughs>、ねね、し、歌もあれ結構、何、はい、て言うんですかね、こう息がすごい漏れるような、うん、あの歌ってより本当息とか言葉そのものって感じなので、はい、でもそれが、えっ、ー、と、あのシーンには一番合っていた、うん、 なっていうことだけだとは思うんですけど、ね、一緒に太鼓をたたきまくって録音したんですけど、うん、うちで。歌詞も監督は柴田さんに委ねたんですか結構曲も撮影前、うん、撮影の日、うん、でその後ポスプロですごく変遷してそったシーンの撮影自体はあ,あのシーンは順調に 結構あれが一番良くなかった。一番良かった。あれが一番大変だった。順調じゃなかった。順調じゃなかった。何が大変でしたかそれはすごい覚えてるんかいい記憶、面白い記憶としたんですけど。本当はもっと大声で歌うみたいな感じだったの。太鼓だし、じゃあみんなはっちゃけて足音もどんどん鳴らして、 もう、この世の命のすべて出し切ろうみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあ、いかんせん私たちも若かったのもあり、はい、きちんとそう、そのぐらい騒ぐということを、家主さんにお伝えしておらず、非常に怒られまして。うん、そうですよね。かなりそういう理由ですか。だから、急遽、太鼓なんだけど、太鼓に布張りして、な、うんかミュートみたいな、はい。ちょっとそうという感じで。そう。で、みんななるべく音は出さずに、はい、やろう、あんなに暴れるのにって。うんあ でもなんか謎の出しちゃいけないけど出すみたいな本当に柴田さんがあの時歌ってくれたなんかと吐息で絶叫するみたいな状況が本当にあの中で起こってやっぱあのシーンはこの声この音楽が、はい、ベストかもってうん、うんうん 水の女と親しげにしていたのが、急にバトルになって、で、水の女が陸に上がり、他の三人を吹き飛ばすという立場が逆転していきますけれども、より大きな精霊の存在として生まれ変わったというか、成長したっていう感じなんです。というはより人間に近くなったって感じです人間に近くなった。なんか、やっぱあの映画で一番やりたかったのが、 それずっと乗る前に使って自分の足で歩いてなかった子が、初めて自分で地面を踏んで、足で。で、いものに触れて、それでなんかしたら面白くなっちゃって、こう、踏んでるうちにそれが踊りになるみたいな、なんかそういう、ある種の罪深い行為かもしれないなって思うようなことをし始めるっていうのが、一番多分やりたかったなと思うので。なるほど。 そこからラストにつながっていくんですけれども、また幻想的なエンディングですが、ラストの舞は、どちらかというと喜びというよりは生まれてしまった苦しみのようなものを私は感じたんですけれども、どういったあの演出だったんでしょうか。あでも本当に、しばちゃんには本当、 こう、なんだろう、生理始まっちゃうときとか、あ始まっちゃったね、みたいな、<laughs> なんかそういう感じ。それってすごい祝福でもあるんだけど、はい、なんか、はあ、みたいな感じもあったんですよ、私はね。それを伝えてで、なんかそういう嬉しいことなんだけど、でも、こう100%そうじゃないこともこれから引き受けなきゃいけない時の、そういう感じを、 入れながらでも祝福してください。みたいな感じでこうお願いした気がします。はあ、答え入れてたかな？<laughs> そうなるとで<れ>答えて本当に結構必死でやっていたので、はいえー、確かに。でもあの最後の曲は自分も気に入っています、うんうんうん。音についてお伺いしたいんですけれども、非常に細かい音の設計がされていて、フォーリーアーティストも入っていらっしゃるようですし、ちょっと音の工夫や苦労などありましたら。 そうですねもうそれこそ最初は撮影中登録しようと思ってたんですけど結構普通にこう鶏が鳴いたりとか飛行機が通ったりとか、はい、周りには実は民家もたくさんあるところなのでとってもすごくこういろんな音がしていてでもやっぱ本当にこに聞かせたいのってそのダンサーたちのこの肌の擦れだったりとか、はい、足音絹ずれの音だったりとか。 こう踊ってる時に体の近くで鳴る音を親密に聞かせたかった。だから後で全部音を効果音として当てようっていう感じになったんですよね。うんはい、でその時にこう紹介されたのが北田正也さんという音響のフォーリーアーティストの方で、うん、その時に初めてフォーリースタジオというところに行って、はいえー、こう、やっぱ最初に北田さんのアシスタントの方があのやってくれるんですね。うん こう絵を見ながらそれに合わせてパフォーマンスしてやってくれるんだけど、足音一つでもなんか違うなみたいな感じになって、それで、でもどう違うのか私も言語化うまくできなくて、ちょっとやってみていいですかって言ったらなんかできたんですよ。これは割とダンサーの身体感覚でやるといいのかもっていうことが分かって、 私ともう一人別のダンサーを呼んで、その二人で結構肉体のシーンは音を当ててたりとか、いつもと北田さんやり方違うけど、すごく臨機応変に、あの、この作品に合わせて考えてやってくださいましたね。わあ、素晴らしい。クリエイティブの裏の世界も教えてくださってありがとうございました。本日は貴重なお話、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。